天水連戦は2019年8月18日に結成された香港元明らく天水が濃い地域で活動する本土派の地域政党。2019年から2020年香港民主化デモで掲げる逃亡犯条例改正案の完全撤回や普通選挙の実現などを含む5つの目標5大要求の趣旨で相当発説した。透明は2019年。 党結成に際によって広く、党内外から公募された、寄せられた提案には、天水連戦、天水一戦、天水学い連戦、天地連戦などがあります。党内で話し合われた結果、する多かった案から順に、天水連戦が、透明となった。党内の元明らく区議会議員五県委津の日課、天守祝いの、天水連戦から始まり、深海連戦へと進化し、 映画、食人のように、香港を勝利の言葉につなぐ、香港連戦へと発展することへの期待を表明した。天水連戦は、本土派として、香港人の定義を、香港を擁護し、共同の革新文化と価値を守る人と定め、それ自身のアイデンティティを強化し、香港と中国本土との融和と香港への中国政府の政治介入に対抗することを基本理念として目指している。 2020年7月28日の党大会で理念と進行量を発表した。区議会投票選出議員天水連戦の推薦を受け、公文権林進、ケニー、関春章の4人が区議会議員選挙に出馬し、4人ともが全員当選となった。天水連戦は、新海西地方選挙区立候補にケニー、林進を推薦し、 民主派予備選挙に参加した後、2525 25票で勝利し、出馬資格を得た。ご権威は2020年の香港立法会議員選挙に出馬し。こうした中、林定月が行政長官は7月31日、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮することを理由に、緊急状況規則条例を適用して、選挙を1年間延期し、 2021年9月5日に執行すると発表した。しかしこの延期には香港の放送界からは違法との指摘も出ている。ありがとうございます。